今森の宮です。渾身の演奏をしてるんですけど、シーがちょっと歪んでっていうアクシデント。いけるかな。今週もナレーション赤星です。最近2人のラップにも飽きてきたんで歌ってみようかな。肩にはまらないジグソーパズル、二人のイメージ超えちゃう軽く、カメラ担当も常にフリースタイル、いきなりラップして首振らす、これがジグピース、リグメー、ピグメーみたいに個性と付き合う地図に、二人に黙ってラップしちゃってるけど、これまたドッキリってことで、ジグピース。はい、皆さんこんにちは。ジグピースの岡星です。はい、今日なんでこういう感じで始まるかと言いますと、大阪城で村人に企画を説明して、これを渡して、一足先に安土城に向かって待ち構えてると。で、そこに後から村人が自力で安土城に来るっていう設定なんですけど、彼には僕の仲間のお忍びカメラマンが後ろから村人を追跡するように撮影しているっていう風に伝えてあります。はい、そんなカメラマンはいません。お忍びカメラマンいないです、存在しないカメラマンのことをずっと意識しながら村人は自力で安土城に来ることになります。忍びを探している自分がいる。本当カメラマンなんていませんでしたよっていう感じのことを書いてます。ここにこれ4時間も引っかかってたほんならでも本当のドッキリはそこからで、僕安土城で待ってません。大阪城で別れるわけです。大阪城で別れた後に僕変装します。変装してそのお忍びカメラマンに僕がなります。そんな感じで仕掛けていきたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。それもそうやけど、森の宮です。まあまあ上手くなかったラップ。渾身の演奏をしてるんですけど、この映像はね、あの予告でも冒頭でも使ったので、別に音声聞こえなくてもいいかなと思って好き放題喋っておりますけれども、今大阪駅降りて村人を探してるんですが、いない。ドキドキしたなこれ。そういうことかってなりましたね。奈良行きなんかな。とりあえず乗りますか。なるほどなるほど、奈良行きを乗り過ごしたんですね彼ね。そりゃ見っかりませんわ。今ね、何のタイプ？ゴープロス。あれ持ってる。一方その頃、僕は優雅に日向で揺られておりました。しかもこの距離です。この距離だったんですよ。人多くてね、接近できなかったんですけど、結構ね、ちゃんとね、近づけましたね。これは何駅やったかな。次大津駅だそうですよ。滋賀県に入ってます。多分ね、この時は入念にいろいろ調べてたりね、 GoPro 撮ったりしてたんでしょうね。この辺からですよ。なんかあれ動きが少なかったなと思って、なので接近します。案の定寝てましたね。はい、寝てました。この距離でも気づかないですからね。ちなみにあんだけ野州って言ってた安駅ついても寝てます。しかも電車は出発します。そうです、寝てると電車は出発するんです。全然緊張感もないのでね、田舎の風景ですし、だらしない村人くんのためにね、だらしない夜をかけてしばらく村人さんののんびりした風景をご覧ください。待ち合わせいつも遅れる君、こいつ福井まで行くな。待ち合わせにいつも遅れるのはあなたですよ。寝てます。起きませんでした。今米原駅まで来ちゃったんですけど、村人が寝過ごして天気です。これ一緒に乗る方もしんどいですからね。ちょっと寝過ごしてしまって、
舞原駅まで着いてしまいました。これ実は実は映ってます。映ってました。後の新対策が先につきます。調べてるふりですね。これチェックしてるふりですよ。そこ押しても意味ないから。ほんまに突っ込みたくなった後ろから。ほんまにだらしないよね。暇すぎてパンケーキを食べます。セブンイレブンで買ったんですよ、前原駅の。普通にね、美味しいんですよね、これ。次の日のことも考えず早寝早起きマジで簡単で、マジに着きました。はい、出た口だけ長かった。絶対そんなのゴミ捨ててました。なんとか順調ですね。彼の、これの見過ごしじゃないぜ。不審者ですからね。極うざいんで飛べますね。見てくださいよ、見てください、この綺麗な丸、綺麗な綺麗な一本道ね。えこういうところ歩いてたんですかね、昔の人。ユッチに LINE したところ、歩き方でバレる可能性があるので歩き方気をつけてくださいって言われたんで、めっちゃ今ガニ股で歩いてるっすね。この後まさかの事態が。目の前の歩いてる人に聞こうかな。あかんあかん、それは予測してない。くんな、こっちに来んな、走って来んな、やめろ、やめてくれ。すいません。あ、もう無理や、覚悟決めよう。すいません、安土城ってどこにありますか。安土城、安土城、この道まっすぐ行ったとこ。終わった。すいません、ありがとうございます。え、なら、え、セフ。彼の道聞きに来たんですけどね。こんな声で、こんな声でずっと全然知らん道を教えたんですよ。駅降りてた時から俺の存在気づいてると思うよね。それであのよそよそしい聞き方ですかね。やばいよ。ちょっとね、このまま行くと安土城まで登って帰ってくる時に日が暮れてそうなので、ちょっとね、道的にも危ないので、ちょっとどっかでネタバラシしようかなと思ってて。なんか犬と戯れてますけどね、彼に日没っていう頭はないんでしょうね。で、途中でもバラそう。閉まってるんですね。初めて聞きました。クソやん。これ4時間も引っかかってた。ほんならそうですよ。一人旅お疲れ様でした。はい、じゃあ帰りましょう。はい、お疲れ様でした。大阪駅から一緒でした。え、大阪駅から一緒でした。すよ、ずっとあなたの後ろにおったから寝過ごした時も一緒。マジでおったの。おったよ。え、なんで起こしてくれんかった逆に。バカだなって。マジか、全然気づかなかったわ。俺だって一回ちょっと服装こう見たもん。あ、見てた見てた。こいつめっちゃ見るやんと思って。なんか俺この服装見たことある。そう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 。いやだるい。つけ気味してたよな。してた。これヒゲあるから燃えるじゃないなと思っとったけど、そこまでガチってるとは思わなかった。お疲れ様でした。はい、というわけでしっかり引っかかってくれました。ありがとうございました。勘解してやる。しっかりしてやる。俺絶対引っかかんねえから。